どうもボタン押しましたね、今ね。こんな感じですかね、パソコン持ち歩くとね、多分こんな感じだと思うんですね。ちょっと切り替えます。はい、というわけで、吉谷さん、いやボタン押したんですけど、僕も今あのパソコン持ち歩いてたって言ってたじゃないですか、昔は。もっとあのでっかいパソコンだと思うんですけど、あんな感じだったんですよね、きっとね、MOV ファイルね。あれなんか秀逸でしたよね、なんかめちゃめちゃ、なんかめちゃめちゃ秀逸でしたね、あの言い方、なんかあの以前の久保さんの、YouTube の顔出して、外歩いてますよねに匹敵する、もしくはそれ以上 の, あの名言なんじゃないかなっていう。ボタンを押せばファイルができますよねみたいな、ちなみにあの僕はあのボタンを押せばファイルがもう生成されるっていう表現より、さらに簡単にちょっとあの言うと、画面にタッチするっていう、画面を触ればファイルが作られるっていうね。今はねボタンを押すってより画面を触るだけでいいっていう感じだと思うんですけど、あれですね、あのめちゃめちゃあのめちゃめちゃ頑張った感出てましたね。こういうのもなんですけど、もうね、やりきった感がね出てて、なんかもう爽やかでしたね、見た目が。多分あれですかね、あのおそらくなんですけど、今頃は多分ひげ剃ってるんじゃないかなっていう、吉谷さんのひげの生え方はなんかあれですよね、いい感じですよね、すごく。あのなんていうんですか、ひげの生え方ってあるじゃないですか、これはちょっと女性には分からないあれ だと思うんですけど、ひげの生え方、伸ばした時にどうなるかっていうのって人それぞれ違うじゃないですか。吉谷さんの生え方なんかすごいいいんだよな、なんかいい感じですよね。ということで、何でしたっけ、そう、何の話だろう、そう、ボタンを押すだけなんですよ、ボタンを押すだけ、僕の場合は MOV ファイルですけどね、でもあれですよね、今はあの、吉谷さん言ってたじゃないですか、あの秋葉原でやってた、あのパソコンを広げてた時すごい違和感なかったっていう、あの動画撮ってた時、そのあの昔の話ですけどね。でも今ってそれがなんかこう定着しつつありますよね、この全国的に、僕もなんか人前で撮るのなんか、微妙ですけど、その吉谷さんがその言ってた、その昔よりはスマートフォンこうやってね向けてても、あのパソコンこう広げてても なんていうんですか、そんなには違和感ないっていうか、わかりますかね、なんかそんなに変な目で見られることはないみたいな感じにはなりましたよね。どうですか、そんな感じしますけどね、なんかそんなに、でもね、なんかちょっとあのあなんか なんとかなんとかだ、なんかちょっと言ってるあのご年配の人とかよくいますけどね。そうだからね、あのボタンを押すだけですね、本当に。撮るのもボタンを押すだけですし、アップロードするのもボタンを押すだけですしね、だからね、僕はもう集客するのみっていうね、ちなみになんかあの丸々動画、いわゆるオナニー動画なんですけど、あれちょっとあれですよね、ちょっと連発、あれはちょっとあの、別に全然いいんですけど、あの、マジのオナニー動画撮ってるみたいな感じにちょっと映るんで、ちょっと微妙ですよね、その言い方ね、あの何オナニー動画って、その自分勝手な、その自分のやりたいやつを動画撮ってるって意味のそのオナニー動画ですから、マジのやつかって思われてもなんなんでね、そんなことないか、
何でしたっけ、ね、まあ、やるのみなんですよ。毎回これ言ってますけどね。そうだからあれですよ、そのすみません、ちょっとヘラヘラしててすみません、ですね、すみません、ちょっとねヘラヘラしちゃうんですよね、すみません。できないやつほどやること山積みなんですよね、結局、うん。まあ、何をねやらないかっていうのが大事ってよく言われてると思うんですけど、まあ、できない、まあ、自分で言っちゃいますよ、できないやつほどねやること山積みなんですよね、うん。やらなくていいことまでやってる、やらなきゃいけないこと先にやらないみたいなね、うん。まあ、そんな感じでね、はい。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、特にね聞くこと、まあ、そうコツね、コツはまあボタン押すだけ、ボタン押すだけですよ本当に、うん、ボタン、まあ、画面に触るだけ、うん、画面に触るだけですね、うん。吉谷さんいい、やばいですよね、いや本格的にやばいんじゃないかなっていう、そのやっぱ頑張るのもいいんですけど、まあ、サポートね受ける僕らからたちからのね立場から言うと、何でしょう、もうちょっとね胃をいたわってほしいですね、うん。吉谷さんはね胃がねちょっとやばいと思う、多分、うん、やばい、やばいっすよ、うん、胃はねちょっと大事にしないといけないですね。僕はねあんまり言いたくないですね、こんなねアホみたいな感じなんで、あ、まあそういうあれ違うか、でもね年に2、3回ぐらいはね、あ、2、3回、年に1回ぐらいは超絶な胃痛がしますけどね、まあそんぐらいで、うん、何の話だっていうね、うん。でもそのボタンを押せば動画ファイルがね生成されるっていうね、うん、あれはねもう、はい、僕使いますね、うん、どっかで使います絶対、ボタンを押せばいいんだと、ボタン押せばいいんですよこんなもんはね、うん。なんか言うことあったんだよな、完全に忘れましたね。あれですね、これ撮ってるのは6時前なんで、6時前なんでまだねちょっとブックメーカーの方リリースされてないんですけど、いいか、うん、ブックメーカーの話はいいか、はい。ブックメーカーはねでも買うべきですよ、興味があればね絶対に、うん、ブックメーカー、うん、ね、黒子さん、うん、まあでも黒子さんってすごい分析がね、分析眼が長けてると言いますか、うん、なんか僕が言える立場じゃないですけどね。あ、そう、遠藤チャンネルか、遠藤チャンネル、あ、これちょっとすごい時間長くなっちゃう、遠藤チャンネル、多分吉谷さんが動画の最後に、まあこれ思い出してほしいんですけど、動画の最後に遠藤チャンネル新みたいなの見つけたって言ってましたけど、多分あれは他の人のやつじゃないですかね、うん。いや遠藤チャンネルはねすごいバズってますね、あれなんでしょうね、うん、多分僕が、まあ吉谷さんどう思いますか、遠藤チャンネルってすごく、遠藤チャンネル自体がその逆張り動画 の元となって、すごいそれをみんなが真似して知ってきたじゃないですか。で、まあ、いくつかね決定的にダメな動画があったと思うんですよ、うん。でさらにそれを他の人が再利用していろいろ自分の動画でも流すじゃないですか、同じその映像を。だからダメな動画がさらに拡散されちゃってる状態なんですよね。そういうのも加味してその運営側はバンしちゃったと思うんですけど、これはバンの回数とかを照らし合わせるとチャンネルバンっていうより本人バンみたいな、うん、追放的な多分感じじゃないですかね。いやそんなのってある、まあ、あるでしょうけどね。いやーきついっすよね、人でバンされるってね、うん。まあ、確かに過激なことを言ってますけども、その過激なことをなぜ言ってるかっていうことはもちろん再生数稼ぐためなんですけど、
それ分かっ、みんなね、これからくりは分かってるわけですよ、視聴者も運営も、うん、だから遠藤さん自体があのどうこうっていうわけじゃないっていうのは、まあ、大体分かるわけなんですけど、だけどね、人でバンするっていう、うん、どうなんですかね、うん、まあ YouTube に文句はあんま言いたくないんですけど、もちろんあの使わせていただいている側なんで、いやでもね、まあ、でもね、吉谷さんが言う通り何のね動画があの跳ねるかって分かんないですよね、本当にオナニー動画でも、あの何狙ってね、ちゃんとあのそのジャンルで攻めている動画でも何がね跳ねるかってやっぱり分からないっていうね、うん、でやっぱりやることですよね、とりあえず やることだから、あの何評価はやっぱ自分で決めることじゃないというか、うん、だからこそ吉谷さんも一概には言えないって多分言ったと思うんですよ。ただ経験上確率的には低いよっていうのはちゃんと分かるっていうことですよね、うん、というわけで、うんと、まあね、あの本当にだらだら喋っただけになっちゃいましたけど、あのやりましょうね、やりましょうって言ってやれないのが人間なんですけどね、はい、予防線張っちゃうのがね、うん、はい、以上です。どうもー。